ルシアの遊び相手ってずっとお兄ちゃんだったんですよ。なんかルシアすごい人見知りが激しくて、だからいつもお兄ちゃんの後ろをずっと歩いてたので、お兄ちゃんにつきまとってたんですよ、ずっとずっと。うん。でお兄ちゃんが友達連れてるとルシアを家に帰っちゃってたりしてたんですけど、うん、なんかお兄ちゃんのことが大好きで、あ、でもルシア途中でなんかね、お兄ちゃんが反抗期の時なんか、あ、ちょっと怒られた。え、ルシア、そろそろ、そろそろ、俺についてくるなって言われたことある。いや、ついてくんなって言われたことある。うん、でもついてったら許された。